と高フグバル松浦の提供でお送りしました。KBC 天気予報、おいしいハムソーセージの給食と、メガネ橋たもと長崎加料松貫堂の提供でお送りします。 KBC お天気センターの岡松さん、お願いします。はい、お伝えします。今日の九州北部地方は寒気の影響で全般に雲が広がっていますが、一時的に晴れているところもあります。これからも雲が広がりやすいですが、時々晴れ間が出るでしょう。九州の各地の気温は0度から4度前後で厳しい寒さになっています。最高気温は1度から6度の予想です。寒さ対策をしてお出かけください。明日土曜日は気圧の谷の影響で雲が広がり、昼前後からは雨か雪の降るところがあるでしょう。明後日日曜日は晴れ時々曇りの天気で、まずまずのお出かけ日より洗濯日和になりそうです。ただ週末の気温は平年より低く寒さが続きます。風邪などひかないように暖かくしてお過ごしください。月曜日はようやく平年並みの気温になるでしょう。お天気は以上です。めちゃうま。長崎の町を流れる中島川。江戸時代、橋は上流か、風水呼ばれていたそうです。ちなみにメガネ橋は10番目。ようこそ長崎へ。天井御三焼カステイラ、長崎加料松貫堂。 KBC 天気予報、長崎加料松貫堂と給食の提供でお送りしました。続々と今年初まるまるの話届いておりますね。はい、こちらはね、北九州市畑西区のモンブランさん。はい、初福袋を買いました。買ったね。52年間生きてきて初めて福袋を買いました。お正月姪っ子が帰ってきて、姪が買いたい福袋があると言ったのでついて行って、買ってあげようと思ってたんです、周りの福袋を買っている殺気だったパワーについ私も買ってしまいました。初めて福袋を買い求める人のパワーを目の前にしました。すごいですね。初めての経験でした。これ行くとそういう雰囲気になるんでしょうね。そのつもりなくても、なんか買わないとって思うんでしょうね。そうか、だってもうどこのお店も福袋置いてますもんね、ちょっとやっぱりあのお店に行ったりするとさ、いろんなあの大型ショッピングモールとか行ったりするとさ、あの宝石屋さんのコーナーとかあると、ちゃんと宝石用のちっちゃい福袋とかあるんですよ。ちっちゃい服かわいいんですよ。ここ置いてあんの、福袋いかがでしょうかって言って、わあ、あん中にどんな宝石入ってんだろうなと。値段は見なかったんですけど、買いました。買うわけないじゃないよ。プレゼントやり。なんで小指を立てた。やめなさい、本当新年早々、本当そのそういうね、怪しい動きは。あなたも顔だけで怪しいんですから。買いましたか。買ってない人だから。何回も買ってあげていいよ、あの人に。誰だよ。そうか、そうかじゃねえよ、本当に。お願いしますよ。ラミちゃんのお父ちゃんですね、小玉さん、スターさん、おめでとうございます。おめでとうございますね。私もよろしくお願いします。今日のテーマですが、昨日の3日から息子家族が今年初の里帰りの予定でしたが、息子が39度、孫2人が38度と熱が出て里帰りは中止。息子と孫は今年初の病院行きでした。私は今日の4日から仕事始めだったんですけども、息子家族が帰ってくる予定だったので今年初の有給休暇を取ってました。そうですか。今日からお仕事始めだったのにね、息子さんじゃ帰ってくるからと有給休暇を取っていたの。正月のその有給休暇取るっての結構勇気いるでしょうけどね。でも今回並びがちょっといいから4日の今日だけ休みを取ったらね、ずらっとこうね、連休というか、そうですね、休みが長く続くっていうのがありましたもんね。中には6日までねお休みという方もいらっしゃるでしょうし、そうですか。でもなんか正月早々その熱が出たりするとね、お子さんの場合また大変ですけど、まあ、早く下がるといいんですけど、まあ、楽しみにしていたけども、病気ならしょうがないっすもんね。しょうがないですね。まあ、体調崩したとかいろいろあると思いますが、今年初〇〇の話、まだまだお待ちしております。目の不自
裕な方へお届ける信号機を。西日本シティ銀行は KBC ラジオチャリティーミュージックソンを応援しています。仮面ライダースーパーライブ2013、光アクション、目の前で繰り広げられるスーパーバトル。子供たちに大人気の最新作仮面ライダーウィザードはもちろん、仮面ライダーフォーゼ、さらには初代仮面ライダーをはじめ歴代仮面ライダーたちも続々と登場するスペシャルステージです。東の風がやや強く吹く見込みです。波の高さの予想です。九州の外海2メートル前後、南西諸島4メートルから5メートルとしけるでしょう。海上警報はこの時間、東シナ海南部と沖縄東方に風警報、沖縄南方には海上強風警報が出ています。ここまで九州沖縄のニュースと気象情報、三輪がお伝えしました。NHK ニュースです。自民党の額賀元財務大臣らは、安倍総理大臣の特使として韓国の新しい大統領に選ばれたパク・クネ氏と会談して、安倍総理大臣の親書を手渡すため今日午前ソウルへ出発しました。日韓議員連盟の幹事長を務める自民党の額賀元財務大臣と、自民党の河村選挙対策委員長、逢沢元国会対策委員長の3人は、安倍総理大臣の特使として韓国を訪問するため、今朝9時前、羽田空港からソウルへ出発しました。額賀氏らは、今日午後、韓国の新しい大統領に選ばれたパク・クネ氏と会談して、安倍総理大臣の親書を手渡すほか、日韓関係の改善に向けた方策などについて意見を交わすことにしています。また額賀氏らは、キム・ソンファン外交通商省とも会談することにしています。額賀氏は出発前に羽田空港で記者団に対し、日韓両国で新しい政権がスタートすることになり、両国にとっていい年となるように橋渡しをしたい、安倍総理大臣も東アジアの安定のために両国関係が一番大事だと言っており、そうした安倍総理大臣の思いをしっかりと伝えたいと述べました。アメリカの金融当局は3日、みずほフィナンシャルグループの米国みずほ証券が顧客の資産の管理や当局への報告などに不備があったとして、17万5000ドル、日本円でおよそ1500万円の罰金の支払いを命じたと発表しました。アメリカの商品先物取引委員会によりますと、外国為替の先物取引の支払いなどに備えて一定額の資産を確保しておかなければならないという規定に違反する形で、おととし10月の2日間、資産の額が一時的に下回り、当局への報告も遅れたということです。委員会は、資産の管理や報告などの規定に関する社員教育など、監督体制の不備も指摘しました。これについて、米国みずほ証券は、当局の指摘に従って支払いに応じ、和解する方針です。イギリスのロンドン動物園で、飼育している1万7000を超える動物や昆虫の数を確認する年に一度の作業が始まり、飼育員たちは素早く動き回る動物や見つけにくい昆虫に苦労しながら数を数えています。180年以上前に設立され、多くのイギリス市民に親しまれているロンドン動物園では、毎年1年の初めに飼育している1万7000を超える動物や昆虫などの数を確認しています。今年も3日から確認作業が始まり、飼育員たちはカワウソなど素早く動き回る動物に対しては餌を使って誘導するなど工夫を凝らして数を数えていました。しかし、好奇心が旺盛なミーアキャットは飼育員が手にした用紙の上に登ってしまい、作業を妨げる一幕もありました。このほか、草や木に紛れて探し出すのが難しい昆虫や強い毒を持つヘビやクモなども飼育員たちは1匹ずつ注意しながら数えていました。動物園の担当者は、ペンギンなどは数えやすいですが、群れで飛び回る鳥などを数えるのは大変ですなどと話していました。
全ての確認作業が終わるまでには数週間かかりますが、確認されたデータは国際的なデータベースに登録され、絶滅の恐れがある動物などを繁殖させる計画作りに役立てられるということです。では為替と株の値動きです。年明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては去年の年末に比べて1円31銭円安ドル高の1ドル87円62銭から66銭で取引されています。またユーロに対しては17銭円高ユーロ安の1ユーロ114円19銭から24銭で取引されています。東京株式市場の日経平均株価は去年の年末に比べて280円26銭高い1万675円44銭になっています。また東証株価指数トピックスは 24.02 上がって883.82 となっています。為替と株の値動きでした。11時のニュースは徳永がお伝えしました。はい、来ました。そうですか。お年玉も大変だったですね。そうですね。でもまだちっちゃいから、ごまかしごまかしでおやつでもね、いいです。元気もらえるでしょ、やっぱお孫さん見ると。そうです ね、楽しみです。楽しみですもんね。もうお帰りになったんですか。はい。あ、そうですか。はい、はい、じゃあ今日クイズに正解すると1000円分のクオカードですけども、お送りしますんで頑張ってください。はい、はい、それではもう全然落ち着いてらっしゃいますね。いやいや、全然どんとこいと感じで、じゃあ行きましょうね。はい、それではバーバさんへの問題です。はい。年の始まりにもらうといえばお年玉や年賀状ですが、はい、この年賀状ですっかりおなじみになったお年玉付き郵便はがき、はい、こちらが初めて発行されたのは1949年だったそうですね。今から何年、65年前、64年前かね。64年も前だったんですね。はい。さあ、そのお年玉付き郵便はがき、1949年に発行されたというんですが、この時の最高景品は次のうちどれだったでしょう。はい。1番、ミシン。2番、洗濯機。3番、テレビ。64年前、この時の最高景品はどれだったでしょうか。ミシンなのか、洗濯機なのか、テレビなのか。さあ、バーバさん、どれにしましょうか。なんだろう。じゃあもうわからない。3番。3番のテレビですね。はい。はい。3番、テレビ。だー、ありがとうございます。いいです。3番でした。正解。1番のミシンだったそうです。ああ、そうですか。このお年玉付き郵便はがき、これアイデアは民間人が考案したそうですね。そうですか。はい、で、郵政大臣などにこう掛け合って直談判して採用してもらったということで、最初の最高景品はミシンだったということです。今年の景品は選べる海外旅行とかね、国内旅行とかノートパソコンなどなどいろいろあるようですけども、年賀状はたくさんお出しになりました。うん、
残念ながら今年ですね、ちょっともうだった、去年ですね、もうだったので。そうですか。ああ、はい、時期的にね、そうもしょうがないですね。はい。あーでもね、まあ残念でした。当時のね、64年前って言ったらミシンだったんですね、やっぱね。いやー、テレビなかったんですかね。なかったのかもしれないね。64年前なかったんでしょうかね。まああったとしても、もうかなり貴重な、これはそういう効果なんだったかもしれませんけどもね。いや、バーバさん、すいません、どうもありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。これからどうぞ聞いてくださいね。はい、はい、失礼します。頑張ってください。ありがとうございます。どうも失礼します。はい、いやー、ミシンか。そうですね。やっぱり時代を感じますね。確かにそうですよ。まあでも今年もかなり豪華な品物が用意されてるみたいですけどもね。選べる海外旅行はそんなんだったんですね。選べるってどういうところがあるか分かりませんけどもね。本当縁がないから、もう見もしなくなった。大体切手シート。今も切手シートあるんですかね。あるんですか。ああ、そうですね。ということで、今日のくじからくじ、残念ながら不正解ということで、来週月曜日は2000円分のクオカードということになります。はい、9時からクイズでした。福岡県の皆様、鈴木初売りのお知らせ。初売りは新型車、期間限定のお買い得車が勢ぞろい。お待ちしてます。安さびっくり、高山支店新春初売り販売全店で開催中。広がる未来に夢が溢れてる。皆さん、ワークマンからのお知らせです。作業用品の大型専門店ワークマンはセール開催中。あなたにぴったりの商品をお選びください。行こう、みんなでワークマン。ワークマンに行ってみよう。目の不自由な方へ音の出る信号機を。パチンコの玉屋は KBC ラジオチャリティミュージックさんを応援しています。マルサがピャフサヤのパラシメンタイをどうぞ。ウヒコロウヒコロせーの、クリア。 KBC ラジオ9時からどうぞ今年もよろしくお願いいたします。金曜日のお相手は児玉育典とスター高橋でお送りしています。今日のメッセージテーマ、初〇〇のお話。はい、大牟田市のとも子さんは62歳の主婦の方です。初というのは結婚して初めて主人と二人だけのお正月を過ごしたことで。ああ、そうですか。おせちも主人と二人が食べたい品だけ作り、ゆっくり起きて本当に本当に楽でした。でも張り合いがなく、表せない寂しさがありました。子供たちはおのおの初詣に行ったとメールや写メを送ってくれましたが、かといって皆が帰ってくると大変だし、年齢や体の状況からだと主人と二人だけのお正月がいいかな。今年も楽しい投稿を期待しています。ああ、そうですか。そうなんですよね。結局のお子さんたちも住んでいきますし、ね、もうちょっとしたらお孫さん連れて帰ってくるんじゃないですか。本当ですよ。嬉しい悲鳴ってやつかもしれないですけどね。かわいいけどもちょっとなかなか大変やらということで、うん、お子さんたちはちょっとね、お父さんお母さんに預けられてちょっと楽だなみたいな、うん、ね、お互いいろいろとあるんでしょうけどもね、夫婦水入らずの正月もなかなかいいんじゃないですか。うん、さあ、まだまだ初〇〇のお話もお待ちしております。そしてこの後11時40分ぐらいからお送りします久光製薬リラックスタイム、今日もパシッとでは、どうぞこの、ね、正月の疲れを癒してくださいとか吹き飛ばしてくださいという、あなたのパシッとしてくださいというメッセージお待ちしております。スターさんに、そして僕児玉育典に、こんなパシッとお願いしますというリクエストはこちらまで。 E メールは数字の9に、アルファベットは全て小文字です。 JI クージアットマーク KBC.CO.JP クージアットマーク KBC.CO.JP ファックスは092-722-4242 092-722-4242 番でお待ちしております。この後はテレフォン人生相談です。テレフォン人生相談。この番組は明太子の金福がお送りします。ご挨拶に金福のたらし明太子はいかがでしょう。上質の明太子をじっくり熟成、箸で割るとほら一粒一粒がしっかりとしています。金福独自の二度漬け製法だから、うん、うまさが違いますね。フリーダイヤル 0120-813-029 813-029 まで。
ちは、今井美智子です。人にはなかなか言えない相談ってあるもんですよね。電話一本くだされば参考になる意見、心がほぐれるお話ができるかもしれません。あなたのご相談は同じ悩みを持つ方の支えになるはずです。